邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてえんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、ゼツは任せたわよ。先に行くつもりっすか？無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かっとるんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。オロチマル、わしを死に追いやったお前たち、まさか共闘するこの大円盤の術。生き通りと開墾の情はあるが、同時に喜びを感じる自分は無理だ。その体でも恐怖を感じるでしょう。さあ、さっさとサスケ君の元に向かうわよ。いてて。あとはわしに任せよ。では、よろしく。てめえ、サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです？あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさい、カリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつっても、あいつ、サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。